はいどうも、しのちゃんです。ディスガイア RPG やっていきたいと思うんですけども、まあ、今日はね、ガチャの後編ね、あれ世紀末の魔王のね、MGS 召喚の後編やっていきたいと思うんですけど、これね、結構大変だったんですよね。あれ、いつからだっけ？18日からスタートしてたんですけど、まあ、18日くらいかな、本当に。に魔界パスポートが切れて、魔界パスポートを購入したんですよ。で、魔界パスポート購入すると優勝石がまあ392個もらえるんで、それをね、入手すると、優勝石1500円になるんで、まあ、後編のガチャやっていこうかなっていうところだったんですけど、更新してすぐね。ね、購入したら、ゲーム購入した瞬間に落ちて、再び入り直しても、お金はちゃんと減ってるんですけど、魔界パスポートが有効になってなくて、ちょっと困ってたんですよね。もう一回買うのもバカバカしいしっていうところで問い合わせしてて、ようやく今日ね、魔界パスポートの反映をしてくれたんですけど、めちゃくちゃ大変だったんで、何回やり取りさせんだよっていう感じで。うん。しかも魔界パスポート適用してくれただけなんで、せめてなんかプラスアルファでね、少しでもいいから気持ちが欲しかったなって感じなんですけど、結構時間食ったんで、いちいちスクリーンショットして、ね、調べてスクリーンショットして送って、これじゃ足りないから違う画像もくださいって言われて、スクリーンショット撮って送ってみたいなやり取りをね、時は金なりなんで、結構途中でやめようかなと思ったんですけど、たかが980円みたいなね。まあ、ただね、ようやく今日、もらえたんで、これ狙っていきたいと思います。本当はね、そのガチャの更新終わったタイミングで、この魔王の浅木狙って、ね、イベントのポイントもね、たくさんもらえるようにしたかったんですけど、まあ、そういうことが起きちゃったんで、うん、まあ仕方なくね、魔王浅木いないですけど、もうイベント終わらしちゃいました。終わらしたというか、まあ、この何、電脳少女の浅木っていうの、ちょっと名前わかんないですけど、この電脳少女っぽい浅木を、一応、150万ポイント貯めてようやく交換終わりましたね。まあ、しのちゃんはね、ここまで終われば全然いいんで、虹のかけらと、このね、イベントのキャラの、150万を交換し終われば、個人的にはもう完了です。そんな感じですね。だからね、今更引いたところであれなんですけど、ただね、前の動画で話した通り、このガチャに関しては、魔王アサギの方が欲しいので、プラス、今、しのちゃん使ってるね、魔物パーティーにぶっ刺さってるんで、まあ、こいつが欲しいなってとこですね。こいつが入れば、個人的にはこの魔物パーティーね、デスコパーティー完成する感じなので、うん、こいつを入れてね、ジェニファーと交換して、魔物パーティー完成するんで、これをね、取りたいなというところで、まあ、とりあえずね、この優勝1500ね、星4確定。もう一発勝負です。前の動画でも話したけど、ディスガイアはね、まあ、そんなすぐにサービス終わるってことはないと思うんですけど、ちょっとね、大幅な手こ入れない限り、そんな何年も続くゲームには今のところ思えないので、まあ、これからね、魔界パスポートのみにするので、課金はね、ディスガイア RPG は手こ入れ入らない限りそうするつもりなので、うん。だからね、とりあえず結構貴重なこの優勝1500円の石を使ってガチャしていきたいと思います。もう一発勝負です。いきます。まあ、しのちゃんならね、ディスガイ RPG は相性いいので、引けるでしょう。いきます。まあでもこれはもう確定のみだな、多分。演出的に多分確定のみっすね。
まあちょっと割合忘れちゃいましたけど、おいきなり来た、2体引きかな、もしかしたら2体引きになるかもしれないです。頼む、来い。あー、雪丸、マジか、引けなかった。まあでも多分ね、この一番左下多分ね変化すると思うので、ちょっとこれにかけましょう。お願いします、いきます。あ、マジか、うわー、速攻終わった、雪丸でしたってとこで、もちろんねこの無償席もいきます。今回ね、今回のプラチナムガチャ、プラチナムガチャ、うん、は、そこまで欲しいキャラじゃなかったんで、ちょっと珍しくスルーしたので、2体とも別に好みじゃなかったんで、スルーしたので、今回こっちで使っていきたいと思います。いきます。無償席で狙っていきます。あ、ただこっちだとあれか、確率一緒なんでしたっけ？魔王アサギと、勇者アサギ。ただいきなり星4確定演出来たんで、いやーこっちで狙いのキャラ引くの結構きついよね。頼む、お願い。あー、ジェニファー、ジェニファーでした。まだ行きます。お、すげえ、また星音確定演出です。頼む、魚群来い、頼む。ああ、魚群なし、また1体かな。いや欲しいんだよね。てか久しぶりにね、ちょっと本気で欲しいなって思うキャラなので、今回の魔王アサギに関してはね、珍しく本気で欲しいので狙いに行きます。お願いします、お願い。うー、ラハールちゃん、まだ行きます。すげえ、すげえ、また星音確定です。結構、しかも魚群来た、プリニー魚群来たんで、これ2体引きっすね。これも来たでしょ、もうこれ来たわ、うん、来た、うん、よし来ました、魔王アサギゲットです。すざましい星音確率でしたね。これでもう一体何かしらの星音出ると思うので、これで魔王アサギだと、まあ嬉しいです。さあどっちが来る、お願いします。うー、いらねー、まあいいでしょう。これが今ね、ちょうど虹色プリに入れるやつキャラいないんで、育てたいキャラはもうね星7まで育ってるので、このね魔王アサギの次からね、この魔王アサギに移行していくので、あの虹色プリにはね、というところで、ちょっと魔改造していきましょう。もうエトナはね、もう星10になってるので、星10じゃない、凸10になってるんでいらない、お、ラハールちゃんがこれで、貫突っすね。ラハールちゃんが貫突完了です。ラハールちゃんは魔改造7までは、虹の、ね、プリに入れてあげて、そこからはかぶりっすね。これでラハールちゃんも完成です。で雪丸がこれで3突、雪丸が3突、まあ、エトナはねさっきもう魔改造することはないんでいいでしょう。あれってとこで、まあね
まあ今ね、まあだから L パックも買わなくなっちゃったんで、ね、ちょっと虹色の、魔改造プリニーはこっちのね、かけらの方、抜け殻の方しか、ちょっとさ、ね、これからは使わないことになっちゃいますけど、まあ、とりあえずね、これから先すべての虹色のプリニーは、魔王アサギに投入していきたいと思います。いやー引けたね。いや引けると思ってたけど引けた。いやーこれいいね。いいよいいよ完璧。これでこのパーティーをね、パーティー1かな。よし、このジェニファーと、こいつをね入れ替えたかったんですよ。このね、魔王アサギにチェンジっすね。これで完成っすね。場所どうしようかな。ラハールちゃんはやっぱリーダーだな。場所、まあ後でね、ちょっと戦闘してみて、ちょっと場所の一番美しい場所に入れたいと思います。いやー、このね、魔王アサギのね、この 2D のイラストというかグラフィック、戦闘中の、かなりかっこいいっすね。めちゃくちゃ好みです。サイバーと、この悪魔が、噛み合わさった感じで、完璧っす。うん、そんな感じで。まあね、ちゃんとイベントはね、頑張ってやっていくんで、うん。まあね、魔晶石も、まだ6696個あるんで、多分次あたり、まだフェスゲーは来ないかな。うん。前回プラチナムガチャだったんで、まあもしかしたら次フェスゲー魔王来るかもしれないですね。最強魔王。その次あたりに、まあわかんないかな。まあそろそろね、季節限定のガチャも来そうっちゃ来そうっすけど、でも夏まで待つと思うのもあるんで、まあね、まだね、出てないキャラたくさんいるんでね。次そんな感じですかね。うん、まあ、これからはねちょっとね、毎回毎回ガチャ新しいの来て引くっていうことは多分ないと思うんで、キャラ見てイラストとこの 2D のグラフィックが、好みのやつを引いていこうと思います。うん、そんな感じで無事魔王アサギゲットです。どうもありがとうございました。バイバイ。